はい、どうも皆さんこんにちは、児童です。ですね、前回のところから続きで、このまま引き続き、はい、換気口を探します。フラットヘッドはとりあえず準備はいけてます。あと少しだ。オッケー。じゃあ、まあ、部屋のね、とりあえずスキャンからしていきましょう。おそらくあれじゃないでしょうか。フラットヘッドの準備は速攻見つかった。多分ね、だいたい覚えてるような覚えてないようなんですね。これ何？ホロビュー。あ、行きました行きました、立ちコマ。あれ、くそ、動かねえぞ。これ今何？ならしょうがない。ジャッキーがあいつに繋いでるのか。Bに制御チップを渡して、Bのキロシを監視カメラに繋いで、夫を誘導してもらう。お、ねえ、制御チップを俺がやるの？なんで私？なんで私がやらなきゃいけないの？俺は誰かさんみたいにビクんとこで散財してねえからな。ファームウェアが古すぎる。ほら、文句言わずに早くやれよ。ほらよ。じゃあ行くよ。そういえば借金返されてな。ビクさんに。少し変な感じがするかもしれないよ。おう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 。よし。映像は問題なし。市民を彼らの家や職場から次の換気口に誘導して。医薬品は誘導って何だっけ？こいつ何？俺の問題ではない。選挙は違うんだぞ。私のイメージはどうなる？あそこですね。地元選挙区のワトソンを掌握できなくなったと言われるに決まっている。一週間だ。どっか通ってってんの？おお、来た来た来た。しかしあまりご期待されないように。はい、入れる。フラットヘッドを入れた。よしよしよし、入ってった。オッケー、次のカメラにつなぐ。だって汚して申し訳ないってメモが入ってたもの。遺体を見つける客室を探せたのよ。問題発生よ。今度は何？メイドが邪魔で。注意をそらさないと。サブネットを検索してみる。そんなの不公平じゃん。わかった。テレビはどう？残念。探し続けて。ちょっと危ない目をしてる。テラリウムのパネルだ。探し続けては決まって独身よ。高そうなセンスしてるけど、温度調節器を見つけた。あれはきっとバイカ上がりね。それよ、ブラッドヘッドを向かわせて。女にもスリルを求めるタイプよ。誘って骨抜きにさせようかしら。あのね、その前に手を抜きすぎよ。汚れが残ってるじゃない。女子トークしてますね。うん。ちょっとキャット、タンクの様子がおかしい。バグ、うまくいったよ。最悪。まだこれからよ。こんな高いの壊したらシャレにならない。そのまま進んで、時間がない。オッケー。で、そこね。いける？何かトラブルみたい。くそ。別の方法を探さないと。ちょっと待って。ドアの向こうにもカメラがあるけど、オフになってる。オンにすればいいの？ええ。
監視カメラのポートを探して。監視カメラのポート、あー、あれ、ジャックイン完了で、もう一個のところで見て、こっちの方から計画通りね。ホテルにランナーが一人しかいないなんて。優秀なドゥエラーなら一人で十分よ。フラットヘッドを使って無力化する。オッケー。じゃあそっちのリンクにデーモンを付与する。アクセスポイントじゃなく、そいつの椅子に直接つなぐのよ。素人扱いしないで。よし、送った。任せたよ。まずはフラットヘッドを中に入れないと。ああ、ここか。シャフトは両方の部屋を通ってるよね。調べてみましょう。カメラ映像を切り替えて。入る方法を見つけた。フラットヘッドを送ったら、2台目のカメラに切り替えて。で、これで送ったら、OK、もう一個の方に切り替えると、こちらさんから出てきます。フラットヘッドを椅子につなぐのよ。OK。よし、あいつに送り込んか。いけー。よし、仕留めた。よし、やっぱデーモンって最高。ボットうわー、ティーバグのスクリーンになってる。完璧のメインネットに入る。 B はログアウトして。ご苦労さん、リー。はあ、戻ってきた。気分はどうだ？平気よ。少しめまいがするだけ。バグ、時間はどうだ？バグ、いるの？ええ、聞こえてるけど、アイスが予想してたより分厚くて、突破するには数時間かかる。数時間？もっと早くできないのか？脳みそを焦がせっていうの。とにかくしばらくそこでくつろいでて。分かったよ、タグ。B、のんびり行こうぜ。お前も少し休め。これポカーンなの？やめとくか。そうだね。シャワーでも浴びちゃう？浴びられんのかな？浴びれないんだ、ここは。自宅のシャワーじゃないと浴びれないし。さてさて、ちょっと休みますか。ジャッキー座った瞬間どっか行ったな。よく全てを捨てられたよな。え、何のこと？よりのばあらさかが恵まれた暮らしをさ、昔の話だけどよ、どうも気になってな。考えてもみろよ、やつは全てを持ってたわけだろ。金も教育も。その上親父が指を鳴らせば地球の半分が核で吹っ飛ぶ。それなのに知るかっつって飛び出した挙句、ギャングまで結成した。鋼鉄の竜だったか。家族を捨ててまでリアルスキンを入れてギャングごっこをやって、一体何のために。言ってたじゃない、企業からネズミは追い出せても。ネズミから企業は追い出せない。単に退屈だっただけよ。ワンパーセンターらしい悩みね。負け犬がよ。その負け犬が今ロビーに入った。仕事再開よ。ペントハウスのセキュリティは切った。いいぞ、じゃあ始めよう。さあ、てかよ、バグ、Time is now。 そのずっと話を聞いてたのか。3時間半ずっとね。お前のことをああ言ったのはだな。なんか言ってた。堅物だったっけ。 あれは言葉のあやというか。はいはい、仕事で挽回してちょうだい。今のところ順調だな。そうだろう。
これだから楽観主義者は。悲観主義になってもいいことなんて一つもねえだろうが。間違いねえ。間違いない。楽勝だ。で、スイートに行きましょうか。どいつもこいつも暗いな。そうだ、ジョークすごいね、これ。コンペキプラザだから。ロッカーボーイがゴルフですげえスコアを出したのはどうしてだ。全ホールチップインしたからだ。初任シルバーハンドの曲ですね。チップイン。さすがは帝王の息子だな。ラウル・ウェルズの息子とは。ちょっとなんか音楽流そうよ。世間話は後にして金庫よ。あれダメなのこれ。どうせかすなよ。あのエブリンさん、ここで音楽流してなかった。電波が届かない場所にいるだけかも。とにかく集中して。オッケー。ねえ。ね、確かね、ここいろいろアイテムがあった気がするのだがね。イグアナちゃんね。作り物だと思うか。いや、本物を買う金はあるでしょ。わー、イグアナだ。爬虫類好きなんですよね。結構将来的に自分もイグアナ飼いたいとか思ってます。確かね、この辺になんか荷物、これアイテムじゃなかった？これほら、ヨリノブのねシャツもらえるんだよね。カシミアウール必要ですね。触り心地の良い。で、おさっとすんな。はい。飲んじゃおうか。急げ、よりのぶが戻ってくるかもしれない。で、ちょっと待って、あれ刀なかったっけ。まあ、いいか。そこ、床の下、スイッチを探して。ほほ、スイッチがそこにあるので、確かここに隠れるんじゃなかったかな。違うか。ああ、もっとそっちか。次はあとはパーソナルリンクをつなぐだけよ。了解。いいよラグ。待って、おっと、AV、バグ誰が乗ってんだ。わからない。でもホテルのスタッフ全員が漏れなくそわそわし始めた。嫌な予感がするな。なんならワンチャン窓から見られてんじゃね。ペントハウスに向かってる。いいから金庫を開けろ。今やってる。よしよし、オッケー。俺に見せてみろ。チップの状態は？生体チップ非損耗率 100%、 問題なさそうだ。よし、行くよ。まずい、ヨリノブが入ってくる。隠れて。どこに？モニターの裏側。冗談だろ。本気よ、早く中に。やばい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 、オッケー。いちいち言われなくても分かってる。少し考えさせて。ありえねえ、あれアダムスバッシャーだ。怖いでしょ。ナイトシティのレジェンドだよ。それも冷酷無比だな。くそ、どうするよ。待つのよ。
まだ来ないのか。先ほど着陸されました。何の話をしてんだ。バグ、誰か来るの。え、嘘でしょ。まさか、ありえない。ん、サブロー、アラサか。おお、お父さんね。とんでもない大物が出やがった。静かにして、声が漏れるでしょう。首を突っ込むなと言ったはずだ。彼名前なんだったっけ。竹村。終わっていません。そうだ、竹村だ。私の息子だ。例のものを回収しましょうか。私がやる。言ってくれ。危ねえ。かなりね。もし覗かれてたら。おい、ビー。前も声がでけえぞ。しかしよ、なんでサブロー荒坂が。私が気づかないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だ。よりのぶ、どうしてここへ。じきじきに俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだ。あんたは自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。私たちの未来だと。私たち、何かの聞き間違いか。常に自分と自分の腐った陰謀のことしか考えていないあんたのセリフとは思えないな。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の向こうには目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。これでもう俺のことを許す必要はない。
価値を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。もちろんご期待にお応えします。えらいもんを目撃してしまいましたね。一体何が起きたの？ほんとね、よりによってこのタイミングでって思うよね。自分の親父を。ということはすぐに警備が押し寄せてくる。なんでこんなことに。よりのぶはどこ？わからない。カメラのリンクが切れた。ホテルが封鎖されてる。よし、これなら窓からよ。窓からなんですが、多分ね、これでヘリポートに行けるはず。前にそれで撮ったはず。ん？あれ？あれれれれ。ロックを解除する。はしごが見えるはずよ。ちょっと待って。開かない？こんな時に。なんだろう。バグ。おお、バグ。くそ、くそ、バグがやられた。くそ。何がメジャーよ。こんなことになるなんて。マジか。ちょっと待って。そうか。サブローの AV がまだ屋上にあるはずだよな。無理。あ、いけるいけるいける。AI 制御完全な自動操縦機。ハッキングはもちろん、操縦もできない。で、ね、確かね、この上ね、人がいるんじゃなかった？そうだよね。いるんだよね。何かトラブルが起きたのか？そのようだな。竹村さん連絡なんですか？何が起きてるんだ？で、こいつのとりあえず視界を塞いじゃいましょう。どういうのになった？今なんか今すごい不思議な動きしてなかった？あれね、ノアキ、せっかくならね、ちょっと今銃持ってませんからね。あいつはそのまま行っても良さそうだね。もう倒してくれと言わんばかりの相撲なの。ちょんまげしてるよね。で、これをフラググレネードゲットしておきましょう。でね、ね、AV を検出しました。セキュリティが到着するまでその場を離れないでください。チンガーダマドレー。早く出なきゃ、急いで。取れた取れた取れた、よしよしよし。もう一個はなんだっけ、もう一個なんだっけ、あれ、もう一個これ何？ねえねえ、登れないんですけど。あ、来た来た来た。これはね、入れないんですけどね、データバンク。まあとりあえずこれで日本刀はゲットしたと。で、これがね、確か結構強かったはずです。かっこいいじゃないの。ではでは、脱出していきましょう。で、よりのぶさんの服はもらったし、OK、行きましょうか。いやー、雨の日のこんなビルとかね、しんどいですよね、なかなか。
っきり下を見なきゃいいんだ。くそ高いな。いやーそれ持っていくのしんどいな。サブローのためなら手遅れだけどね。見られてないことを祈ろう。いやいやいや、セキュリティプロトコル違反の容疑者発見。いやいやいや、見られた。うわっ、いやー絶対死ぬ、死んだ。完璧なニュースで大騒ぎよ。一体どうなってるの？問題発生よ。ケースが損傷した。チップの必須毛率は、ジャック。86% だ。86% を切ろうとしてる。嘘でしょ。こうなったらできることは一つしかない。あなたたちどっちかの神経ポートにレリックを刺して。一体どういうこと？レリックは露出させず、安全な場所に入れておく必要があるの。迷ってる時間はねえ。ちとこと、精霊の皆において、アーメン。ジャッキー、大丈夫？さあ、何も変わらねえ気がする。戻ったらレリックを取り出して脳をスキャンしてあげるから。でもまずはそこから脱出するのよ。分かってる。んなことね、言われなくたって分かってる。デラーマン、あと数分で着く。準備しておいてくれ。はい、ウェルズ様。マジで頼むぞ。なんとかしてロビーまで行くんだ。デラマン心強い。急がねえとまずいな。大丈夫かジャッキー。だいぶ具合悪そうだよね。どうしよう。行こう。コンペキプラザ全館にコードレッドが発令されました。確認中。皆様ご自身のお部屋にとどまり、通信終了。職員の指示に従ってください。訓練じゃないのか。静かに片付け。なぜアラスカの精鋭部隊がいるんだ。精鋭部隊が今ロビーにいる。建物の全フロアを調べるようだ。これはお茶系ですね。静かに。これも、これ取る。これは飲む。これは食べる。食べる。ベロンベロンやないかい。待って待って。で、あそこにね、一人いらっしゃるのね。こいつら動く系だっけ？動かない系だっけ？覚えてない。まあ動いたらね。やっちゃえばいいでしょう。あれ殺しちゃった。まあ、いっか。おお、それはありがたいね。ちょっとこれだけやっていきますよ。ハッキングして 1C55 どっちからいこうかな。 1C そうだな。 1C59 1C55 1234
567になっちゃうからダメか。そしたら 1C55 から行こう。55 EQ いけるいける。オッケーオッケー。分かった。で、これも飲んでいきましょう。お酒はね、基本的に飲んでいきましょうね。しぐれ。で、人誰かいたっけ？あっちだった。あ、ここか。見つかる。こっちだ。全ルームもしろ。あ、クリア。コンテキプラザ全館に。めっちゃ逃げるときに酔っ払ってるっていう。お部屋にとどまり、ホテル職員の指示に従ってください。こいつらはどこに行くんだ。よしよしよし、行ってくれたから、こいつもワンチャン。あぶれ。あいつが振り返らないことを祈りましょう。お、レア落とした。試作型チップ。おー、サイバー動作不良って。おっと、なんだなんだなんだ。あーいや、こいつは記憶消去しといたらどう？ダメ？もう遅いよね。そしたら、とりあえずこいつでやってみよう。オッケー。これもお酒？あ、一個割りやがったな、お前。出てこいよ。来いよ。俺が遊んでやる。どこにいるの？いたいたいた。行け行け行け。オッケー。銃はもらってくよ。オッケ
こんなもんか。こいつは今更ながらオフ。うん、なになに、俺別にテイクオーバーしてないんだけど。オッケーオッケー。カメラの電源をオフしただけだよ。どこ？見つけたよ。あ、そこにチップがあるじゃないか。これか？違うな。なんでコスめないの？コンペキプラザ、ディフェンダーもゲットしとこう。おーい、誰だ？誰だ？いた。ちょづいてきてやったな。ニコーラ飲みます。水も飲みます。寿司食べます。おいで。これさあ、よいしょ、ちょっとジャッキー邪魔。ここは開かないんだ。ここは開かない。こっちも閉まってる。オッケー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 、行こう行こう。何？サブロアラサカさ、どうした？150年も生きてきて、よりによって俺たちの前で喜劇の台本みてえだな。本当だよね。喋らない方がいいよ。喋らなくていい。口は怪我してねえだろ。大丈夫だ、B。誰も死にゃしねえ。T が死んだろ。私たちが無茶しなかったら。まだ生きてたかもしれない。俺に当たるなよ。そうだよね。あ、そうか、ティーバグ最後どうなったっけって思ってたけど、そうか、ここで死んじゃったんだね。いつの間にか出てこなくなっちゃったと思ってたけど、あれは俺まだ襲われただけで死んだとは思ってなかったけど、まあやっぱ死んでると捉える方があれなのかな。おいおい、一直線。当たったぞ、打ちまくれ。はい、当たったのは良かったけどね。そんな鉛玉じゃ死ねないんだよ、まだ。ほんで当たったぞ。誰がいんの？機械だろ。あれさ、こいつでいける？無理か。無理くさいか、さすがに。厳しいか。オッケー、ちょ待って。そしたら立て直そう、体勢を。あれ、ちょっと待ってよ。一回イベントリの、私銃を装備してないんですよ。なのでこいつでいいのかな。120が一番使えそうだね。
そしたら私はこれを使って。あれ全然動かないじゃん、ハマってんの。じゃあちょっとね、回収してから行きましょうか。マックスグラネード。他にはさっきのバーンとこか。小島さんどうなった？何これ、小島さんのもしかして。サエコのデラックススタディメッシュパンツ。誰？さすがに皆さん退避されたようで。そこにジャッキーがいるのか。まあこんなもんですかね。これ最初に入ってきたところか。ジャッキー来てる？大丈夫？カモンよ。やばいな、だいぶ具合悪そうだな。くそ、血が止まんねえ。自分が困るだけだぞ、出てこい。打ち返せ。デラマン、デラマン飛ばして。マジで自由に撃て。うるさい。いいからさっさと出して。やるじゃない。さすがデラマン。車は大丈夫？問題ありません。しかし追跡されているようです。おー、待った。慌てないでください。冗談でしょ。道路が封鎖されている。スマッシャー。うわー、頭すごい。うわ、すげえな、デラマン戦闘モード。敵飛行物体にロックオンされています。任せて。いや、刀無理。いい加減諦めろって言った。敵飛行物体を排除しました。オッケー、やった。ジャッキー、ひどい顔色だよ。ひどい顔色よ。ほらな、大丈夫だって言ったろ。診断結果によると、ウェルズ様は非常に深刻な状態にあります。どれぐらい？深刻って一体どういうことよ。外腸骨動脈が裂けており、大量の内出血が見受けられます。ウェルズ様に声をかけ続けてください。頑張って、ジャッキー。ミスティやお母さん、大切な人たちがあんたを待ってる。ミスティが悲しむよ。目を開けて。ミスティの言う通りにしときゃな。ちっぽ、あとは任せたぞ。
ェルズ様はお亡くなりになりました。ご遺体はどうされますか？え？エクセルシオールパッケージでは死亡後の処理も無料で受けたまわっております。目的地をご指定ください。少し時間をちょうだい。ウェルズ様のご遺体はどちらにお届けしますか？ビクンとこ連れてこ。こんな姿家族には見せられない。はい、承知いたしました。204号室でデショーン様がお待ちです。またメジャーで会いましょう。はい、というわけで、ジャッキーが亡くなってしまいました。ですね、この先は、またちょっと時間もだいぶ使ってしまったので、次回の動画にしたいと思います。ではご視聴ください。ありがとうございます。